こんばんは、いくこです。いつも見てくださってありがとうございます。今回は都市伝説の話、やりすぎ都市伝説の関明夫さんの YouTube 見ましたか？いろいろちょっと暗号というかメッセージがいろいろ込められているみたいで、なんか意味がわからないなっていうのもあるんですけど、なんとなく私がピンときたキーワードが、エリザベス女王が出てきたり、金融資本の方が出てきたりするのもあって、イギリス EU 離脱、何かこれからの世界が変わっていくのかなっていうのもちょっと思いました。他にいろいろ考察をされている方はたくさんいるので、そういう方々の動画を見るのももちろん私なんかより全然すごい解読をされているので、楽しいかなと思いますけど、私がちょっとピンときたのはイギリスかな。2月2日何かあるのかなって、ちょうどね節分でこのいろいろ切り替わる時期でもあるので、あと「薫」っていうメッセージの後ろに「終わり」っていうのも出てくるし、終わりっていうのは始まりかなとも思うので、新しいお金的なものとかがもしかして始まるのかな。そうなると暗号通貨とかそういうのもありなんじゃないかなとかねでもとにかくいろいろな情報に触れて自分で調べて、でちょっとずつ行動していくことがいいのかな、いいっていうか好きな人はですけどね、そういうのを楽しめる人は楽しんだらいいかなと思います。はい、ではこれぐらいで、じゃあおやすみなさい。